今日は12月9日の土曜日です。クリスマスツリーを描きます。まずクリスマスツリーの輪郭を描いてみましょう。今日はすぐに彩色に入りますので、このツリーのツリー全体を塗ってみます。クリスマスツリー全体をまずグリーンの色で塗ってみました。これに飾り付けがいろいろとついていますので、これを一つずつ塗っていきましょう。緑の木の葉のような感じの飾り物がついています。今度はこの中に赤い飾り物がついていますので、これを今彩色しています。ところどころに白いシルバーのような感じの模様が見えてきました。これも今少し彩色していきましょう。ツリーの上に十字架はないですけども、十字架をつけておきましょう。昨日から神戸の方ではルミナリエが始まったようですが、こちらも少しツリーにはない黄色い電飾のような感じの彩色を施していきましょう。このツリーのグリーンっていうのは誰かに聞いたんですけども、なんか永遠という意味があるそうですね。これでクリスマスツリーの絵が仕上がりました。